皆さん、こんにちは。今回はですね、今ご覧いただいておりますように、堀か堀かさんから、アイシャドウをいくつかいただきましたので、そちらをね、ご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。ちょっとカメラをね、手で持っているので見づらいと思うんですけれども、こんな感じでですね、 PR ボックスのような感じで、アイシャドウ4色入りの、マイフェイブっていうシリーズの、アイシャドウなんですけれども、既存の4色とで、今回新しく、ね、2色加わりましたので、全部で6色あります。そして箱をですね、開けて中を出してみると、こんな感じでですね、すごい雲の、感じっていうんですかね、ふわふわしたこういう綿が入っていて、でこんな感じでですね、このなんか台もすごいこんな感じの雲をイメージしたような感じですかね。でここに、既存の4色がセットされております。アイシャドウを取り出してみると、こんな感じの4色入りのパレットですね。そして、こちらですね、今回新色で2色出ておりまして、こちらもね、同じシリーズなんですけれども、ちょっと色合いがまた違った感じで、パッケージもですね、ちょっとすりガラス風な感じで、今までの既存の4色のね、こういったクリアなパッケージとはまたちょっと違った感じですね。せっかくね、この全6色、手元にありますので、それぞれスウォッチの、VTR をご覧いただこうと思います。こんな感じで全色ご覧いただきました。どうですかね。結構この既存の4色に関しては、いわゆるどれもブラウン系、ベージュ系っていう括りになってくるので、正直塗ってみていて、本当に色の違いってもう微妙なニュアンスでしかちょっと違いがわからないかなっていうぐらい、結構どれも似ています。で、1つ目と4つ目のパレットにだけ、グリッターのカラーが1色入っているっていう形になっていて、間のこの2つとそれ以外の色は全部ね、マットのカラーになっています。これだけね、こうニュアンスの違う、アイシャドウになっていますけど、この質もね、結構いいと思います。8色ね、一塗りでしっかり見た目の色がね、ちゃんと出てくれていたかなと思います。この4色本当にね、塗ってみてすごい似てるなとは思うんですけど、ちょっと最後のこの色はちょっとピンクコーラル系のカラーですね。で、一番最初はちょっとオレンジ味のある感じで、間の2つは本当にね、よく似てるんですけど、若干こっちがオレンジ味のあるブラウンベージュ系で、こっちはちょっとグレー味が入ってくる感じ、プラスちょっとピンク味も若干あるかなっていう感じなんですけど、これはね、一つのパレットで4色こうしっかりね、色を重ねて、作り上げることで、かなりね、印象はそれぞれちゃんと変わってくるんじゃないかなと思います。そしてこの今回のね、新色の方なんですけれども、最初のこちらのカラーはですね、結構色味は明るいというか、全体的にこう白っぽい感じにちょっとこうオレンジが含まったような明るいライトベージュカラーで、なっているので、締めの、ね、カラーもここまでしか暗くないんですよね。結構明るめの本当に春らしい感じの、色合いになってくるかなと思います。で、無色のこちらですね、これはもう今までの中で一番こう違って見える、分かりやすい色かなと思うんですけど、こんな感じの流行りのラベンダー系のベージュブラウンですね。で、ここのグリッターのカラーもちょっとシルバーというか白っぽいベースに
オーロララメが入っているっていう感じです。まあ、この2色に関してはね、今回春の新色っていう感じで出たので、まあ、季節感を得られるような2色になっているかなと思います。で、最初の4色は本当にベーシックに、もういつでも一年中使えるパレットっていう感じなので、まあ、好みのねブラウン、必ずこの4つの中で見つけられるかなと思いますので、自分のこう定番パレットっていうんですか、もうこれを使っておけば間違いないなっていう一つは必ず皆さん見つかるんじゃないかなと思う色展開になっています。はい、ということで今回はホリカホリカの、マイフェイブアイシャドウパレットを6色、ご紹介いたしました。絶妙なニュアンスの違うブラウン、ベージュ系が揃ったパレットのシリーズになっていると思いますので、ぜひね、気になるものがありましたらチェックしてみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。